はい、こんにちは、FM 流進堂です。ウタエルさんの動画、僕2本出したんですよ。ウタエルさんと柴田さんに まともに物申すっていうね、動画と、もう一つは、ウタエルの正体はキラー仮面説っていうね、2つ動画出させてもらったんですけども、それが FM 流進堂的に過去最大のヒットの視聴者数を稼いでいます。で、僕もともと顔出ししたのが最近なんですけども、顔出しする前とその顔出しした後のその視聴者数の変化っていうのを結構今データで蓄積させてるんですよ。で、正直まだね、顔出ししているメリットがないんですよ。なくてデメリットしかないんですよ。だってね、顔を自分のインターネットにさらすっていうのはさ、もう絶対デメリットじゃないですか。で、まあそのデメリットはともかく、まあ僕今まで、多くてですよ。多くて、まあ登録者数500人ぐらいのチャンネルですから、100人ぐらいの視聴数あるとかなり多い方だったんですよ。ビュー数的にね。ビュー数的に100超えるといい方だったんです。で、例えば最近で言うとミッキーチャンネルのミッキーさんに、まあ話しかけるっていうシリーズが100超えたりしたんですよ。で、そういうぐらいの数字だったんで、まあ正直その100いくっていうことがホームランなんですよ、僕にとっては。で、50超えたらヒットかなみたいな、そんな感じだったんですよ、今まで。で、そしたら現時点ですけれども、柴田さんと歌えるに物申すの方の動画が500超えてるんですよ。だから、ホームラン5本分ぐらいの大ヒットですよね。大ヒットになってるんですよ。で、あとは、歌えるの正体、キラー仮面説。歌えるの正体、キラー仮面説。これね、今日朝起きたら、700超えてるんですよ。で、びっくりしまして、こんなに?と思って、すごいびっくりしちゃったんですよ。しかも、大体皆さん見てるのって、まあ、午後6時から10時ぐらいの間かなと思ってたんですよ、僕大体。みんなが普段仕事が終わって帰ってきてから、夜寝るまでの間に見てるのかなと思ったら、なんか深夜の2時とか3時とか、それぐらいの時間帯にもものすごいビュー数があるわけですよ。だから僕が寝てる間に、200ぐらい増えてたんですよ。あ、違う、300ぐらいか。300ぐらい増えてたんですよ、視聴数が。だからみんな結構深夜にね、動画見てるんだなっていうことを思いました。で、僕普段別にあんまり僕、なんていうのかな、有名な人に、まあ、積極的に絡んでったりとか、まあ、そのネタばっかり話すっていう感じの、まあ、ニュース系の、チャンネルやってるわけじゃないので、結構幅広い、話題でトークさせてもらってるんですよ。フリートークっていう形採用させてもらってるので、決してその物申す系でもないしニュース系でもないんですね。で、まあそういう自分が、まあ100いけばいい方だった、100いったらホームラン、もうたまにですよ、たまにホームランを打つっていう人がいきなり700いっちゃったんで、結構ね、僕今心臓がドキドキしてます。心臓がドキドキしてますね。あ、こんな行くんだ、みたいな感じで。で、やっぱり YouTube って魔物だなと思うのは、僕的には別にその歌えるさんに対して歌えるさんの話題を出すことは、僕にとってそんなに大きな意味はなかったんですよ。なんか結構もうちょっと、自分が興味を、があったから、それについて話した程度だったんですよ、最初。だからね、こんなにね、見てもらえると思ってなかったんで、逆に、なんか最初撮ってる時って、そんなたくさんの人に見てもらえると思ってないから、割と好き勝手言ってるとこあるじゃないですか、人間って。ああ、やっぱりよく考えてから喋んないといけないなっていうふうに、改めて思った次第でございます。はい。まあそんな感じでね、まあこれからも僕は自分の興味のあることをね、その時のトピックスとしてね、喋っていくでしょうし、まあ皆さんの興味のないことを喋ることもあると思いますけれどもね、
まあ、FM 流進堂さん自由にやってるなみたいな感じで思ってもらえたら幸いでございます。本日どうもありがとうございました。